鳥山石燕『根弱百鬼周囲より、ヘビホネバー、ヘビホネバー、またはヘビゴバーは、鳥山石燕の根弱百鬼周囲にある妖怪。絵では体におろちを巻きつけた老婆の姿で描かれており、解説文には以下のようにある。諸越踏み名国は、女牛の北にあり右の手に青蛇を取り、左の手に赤蛇を取る人住めるとぞヘビホネバーは、これの国の人か、ある説に、 ウンヘビ塚のヘビゴエモンと言える者の,の妻なりよりて、ヘビゴバーと呼びしをなまりてヘビホネバーというと未称。こしとは中国大陸のこと、踏みが国とは中国の地理書、三海魚海外生計にある地で、右手に青ヘビ、左手に赤ヘビを持っている人がいるとされている。石炎は未称を落としつつ、ヘビを持っているところからヘビホネバーはこの踏みが国の住人なのではないかと解説している。 また、ヘビホネバーは、ヘビホエモンの妻だと述べているが、その根拠を、ある説に、うんとしか述べておらず、どのような文献によるものかは判明していない。近世文学者、近藤水木は、根弱百鬼周囲の描かれた、安永十年以前に、ヘビホネバーという故障は、黒本、韓曲や、歌舞伎、金門五三切りの登場人物の名前などにも見え、 老女を示す非場的故障として一般に通用していた言葉を赤炎は妖怪として用いて図像化したものではないかと示している。博物学者、港方熊串の著書、十二志向には、毒者に噛まれた際に、ヘビジョイエモンと言って、まじないの言葉を唱える百姓の話が掲載されており、ヘビゴエモンとはこれに類する事物を指しているのではないかとの説もある。 ゲゲゲの鬼太郎では、ぬらりひょんの手下として登場し、鬼太郎たちを苦しめた。また、ヘビを使っての攻撃を得意とした。砂掛けバーとは、ライバル関係にある、佐藤雄文の妖怪図鑑、日本妖怪図鑑などでヘビホネバーは、東北地方の山奥に住んでいた妖怪で、ヘビの巣の親玉、ヘビホエモンの妻であり、右手に人を凍らす青いヘビ、左手に人を焼き尽くす赤いヘビを持ってると、 解説されている。これは、赤炎の解説文をもとに脚色された解説であると見られている。それを受けて、昭和以降の妖怪関連の書籍では、ヘビゴエモンノは人間によって、塚に封印されたヘビの妖怪で、その妻である、ヘビホネバーは塚を守るため、右手に青いヘビ、左手に赤いヘビを持ち、塚に近づくものを驚かすなどの解説がされたりもしている。ありがとうございます。